こちら、メルカリに出品されている高校受験の数学の3年分の復習専門のテキストになります。まあ、進学塾の形ですけども、個人出品で個人サポートですよね。右側の方を見ていただくとわかると思いますけども、これは高校受験の皆さんの応援のために販売されていると。で、登記講習のテキストですね。いろいろとここに書いてますけども、 えー、単元は20項目に分けてオリジナルで作成していますと。えー、塾長の推薦。今からやってください。テストが終わって少しテストがない今です。というふうに書いてます。まあ、塾長がね、あのー、まあ、学校の塾長が推薦してますよってことで、これ、社会的信用ってやつですよね。あのー、まあ、なんていうのかな。権威のある方がお勧めしているものだよってことになります。えー、この辺ですね。商品販売するときに、 特にねあるんですけどもどこどこの誰々が推薦していますとこの人の商品は大丈夫ですみたいなねお墨付きがあると結構説得力になるかなってことですで画面の方を見てみましょうね画面の方を見てみると10月21日に出品しているということで結構新しいということが分かりますでこれ塾長推薦って書いてますよねこれが社会的信用です自分が勝手に作って売ってるんだけどもその内容を吟味した塾の塾長がですね これいいんじゃないのって言ってると。じゃあ、どこの塾長ですかって言ったら、進学塾ですよね。どこの進学塾かちょっと語られてませんけども、えー、冬季講習の確認テストギースト用なんで、まあ、今からですね、年末年始勉強するために、今のうちに買っておきましょうということになってますよね。で、数学が弱点の方、1年から3年の全単元で書いてますので、まあ、守備範囲というか、出題範囲、どのぐらいのボリューム、コンテンツの内容があるかってことが想像つきます。 で、20単元でオリジナル A4 で40ページということで、どのぐらいの分量なのかってこともわかりますし、回答も詳細解説もあるということになります。えもちろんこれメルカリでの取引ですから、購入後にね、えー、質問もできるということですね。はい。で、1500円。絶対安いですという自信が書いています。私もこれ安いなと思いますよね。数学のテキスト、登記講習のものが1500円だったら、ちょっと安いんじゃないかなと思います。 これを5教科9科目揃えると、まあ、結構な金額になると思いますけども数学の弱点克服のためには安いんじゃないかなと思いますよねじゃあ別の写真見てみましょうかはい実際にこのぐらいありますよっていうことがわかります、うん、購入前にどのぐらいの分量であるかがわかるのはいいですよねで一部チラ見してますよねあ、なるほど購入したらこういう 例題が出て、ここについて弱点が克服できるんだなってことが分かります。うん。この分量ですよね。うん。だからこれをこなして全部分かるようになったら、まあ、試験も通るんじゃないかなってことが想像できますよね。内容の具体性が購入前から分かるってのがいいです。で、たくさんの例題の中で一部出てます。要するにね、コンテンツが全く見れないっていうのは不安なんですよ。買って損するかもしれないって思うからです。 だから一部を見せておくことっていうのは大事ですよね。はい。えー、そして、えー、こちら最後の画面ですけども、まあ、特に新しいことはないですかね。はい。では、もう一回文章の方戻ります。全単元すべての解、えー、答えは回答、解説も作成しました。<laughs> いいですね。回答、解説もあると。苦手な単元の発見、そしてすぐにその単元を復習することをお勧めしますと書いてます。いろいろとね、その他書いてますよね。もっと見るとか言ってね。 よろしいいんじゃなななですかかかこれなかなか今これ結構ね出品されてるんですよこういうのがでこれを自分の販売しようとするコンテンツに当てはめるとどういうふうに見せていけばいいのかってことが分かりやすいと思いますこれ非常にうまくできた販売方法だと思いますよ個人の出品で個人が作成していてそして進学塾の先生がこれなら冬季講習にうってつけじゃないかなということでお墨付きも頂い,いてると 社会的信用ですよ、ね、で、ですすすすよよねねもごく手に取りやいいととうことですよ、ね、高校受験用というとおそらく中学3年生の方がこれを見るんじゃないかなと思いますけどね1月に高校受験とかあるでしょ2月とかに、うん、かそれに向けて勉強するということじゃないですかねまあ高校受験は2月3月ですかね2月かな主にははいそんな感じでございます参考にできると思いますでこういうところからも見ていきましょう